世界の壁も何のその。やってきました噂のカルデア。月の蝶ムーンキャンサーこと BB ちゃん、ここに召喚です。ま、一時の狩宿でしょうけど、よろしくお願いしますね、ちっぽけなマスターさん。なんですか、その期待に満ちた目は。言っておきますけど、私着替えませんから。今回はあくまで特例、心のすべてを許したわけではないんです。冷気の工場ですね。お疲れ様でしたマスターさん。はい、スキルを増やしましたので、そのナース服に着替えないのみたいな顔はやめてください。黒コートこそラスボス系後輩の証。このクールさがわからないとか、マスターさんでも豚にしちゃうんですからね。もうこれ以上変化はないってわかってるのに、こんなに素材を使ってくれたんですね。私が言うのもなんですけど、マスターさんちょっと人が良すぎです。あんなにいじめたのに呆れずにいてくれるなんて。はあ、これでもう仲間。あのですね、勘違いしないでくれます。私基本的に人間とか大嫌いですから。上級 AI としてあなたたちおバカな人類を監視するためにここにいるんです。なかなかのバトルスコアです。ダメなマスターはダメダメなマスターなりに努力しているということですね。まだまだ全然 BB ちゃんの理想には届きませんが、今後も懲りずにあがいちゃってください。マスターさん、人間のくせに差別とか偏見とかないんですね。頭おかしいんじゃないですか。もっとこう火山みたいに感情的で、アリのように小さな器量とか見せてくれてもいいんですよ。だってそうでないと嫌う理由がなくなっちゃうじゃないですか。今日も戦闘後の回復ありがとうございます。それに甘いものも譲ってくれて。私の好物が甘いものだって誰から教えてもらったんですか。え、なんとなくわかった。 BB 検定1級。そうですか、三流マスターにしては一丁前な観察眼ですね。こんな気難しい破綻した AI である私をここまで信用するなんて。こうなったらとことんまでお世話します。ムーンキャンサーの名にかけてあなたをカルデア1のマスターにしてみせましょう、なんて塩らしく言うと思いました。信頼度はマックスになっても BB ちゃんの意地悪度は変わらないのです。私といる限り平穏な暮らしとかありませんから、そのあたり覚悟してくださいね。